リズと青い鳥監督の、京都アニメーション山田直子です。リズと青い鳥は、のぞみとみぞれの秘密みたいなものをそーっと覗く感じで丁寧に丁寧に、フィルムに落とし込んだ作品になっております。きっとこれを劇場で見ていただくことによって最大の力を発揮する映画になっていると思います。本当に音も絵も全てとても丁寧な静かな、あ、でもなんだろう、すごく青春感もある不思議な映画になっておりますので、ぜひ劇場で見てみてください。よろしくお願いします。